どうもこんにちは。宣伝部長のこいちです。今日は文春法変な展開へーってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけでね、文春さんがずっと追っていたですね、中北事件、あ、間違えた、え、木原事件ですね、に関して、まあ今回もですね、えっ、ー、と、文春さんが文春法を離れた、放たれたわけなんですけど、どういうことだみたいな、中身がちょっとどういうことだっていうことで、これ、まあ当然ね、えっ、ー、と、今、 えっとですね、えっと、デジタル会員ってうんですかね、に対してとか、あとは早ずりとか、まあそういうのでしか見られない状況ではあるというふうに思うんですけども、えー、っと、よかったら皆さん買ってくださいって感じでな、詳細な中身はね、当然言えないんですが、まあ今回はですね、もうね、なん、なんて言うんだろう。 こう今までの流れ的に言うとですよこう大変な事件があってねみたいな過去の2006年に、まあ、木原さんの奥さんの旦那さんが亡くなった事件っていうのがあって過去のねっていうのがあってその後は、まあ、木原さんと再婚してっていう流れがあるんですけど、まあ、その 2006年当時の亡くなり方があまりにも不審だということで再捜査が始まりそれが始まったのは2018年でその時は木原さんとすでに結婚しててでそれを木原さんが俺がもみ消してやるみたいなことをタクシーの中で言ったりとかですね、まあ、それから最近文春さんがこの件を取り上げたんだけれども他のメディアなかなかやらないよねこれってまあ当時2018年当時よりも今官房副長官になってるからもっと権力を持ってるよねみたいな形の中でまあ 警察庁長官までね、えー、あれは自丸みたいなことを言ってるわけですし、まあ、いろんな意味において、まあ、これ問題だよということで、まあ、単純に事件だけではなく政界含めてそれからまあ自民党もいろんな問題が今他に起きてますから、まあ、今までやってた悪さみたいなのが、ね、出てくるんじゃないかというところでこの木花事件を中心にひょっとしたら他にも、ね、こう飛び火するかもなみたいな形になってきてるめちゃくちゃシリアスな事件だったんですけど、まあ、今回ですねこれ面白展開かみたいな話で <laughs> ちょっとどうしようみたいなねこれやってんの俺だけちゃうかみたいないう感じなんですけどねこれみんなやんのかな <laughs> ちょっと <laughs> まああのー、中身はねなかなか言えないんですけどまあどうもねまあ,あ木原さんかなりお元気なようでねで要は2018年のまあ、いわゆるねこう 家宅捜索に入ってね、俺が守ってやるみたいなね、まあ、そんな感じでいたわけですよね。で、普通で考えたらですよ、まあ、警察にも捜査されてるわけだしまあいろんな見に言って、心配に気をつけるじゃないですか。ところがですね、その後も普通にですね人妻,人妻専門まるを呼んでたみたいで、わーみたいな、元気だねみたいな話で。で、ちょっとね、地図の方を見ていきましょうか。 はい。えっとね、こちらは日本地図ですかね。まあ、一応今、事件の、まあ、まあ、中心となってるっていうんですかね。まあ、大塚警察署はこの辺にありますっていうところで、まあ、舞台はね、ここを中心に、まあ、この近くに、まあ、まあ、もともと住んでいてっていう、そこで事件があったり、まあ、実は、えっと、なんて言うんだろうな、木原さんが、まあ、この、この豊島区っていうんですかね、まあ、こっちの方に住んでいたりっていうことで、まあ、大塚周辺でね、様々なことが起きてるわけですけどね。まあ、ちなみにここに皇居があって、国会議事堂等々はこっちにあるんで、あ、近いな、みたいな。 <laughs> 便利だなみたいな場所にあるわけなんですけどでだけど、えっと、木原さんは、えっと、そういった呼んでた場所がちょっと別の場所で久米川駅ってとこですねそれはこっちかドンという感じで同じく日本,地日本地図ですけどちょっとね、えっと、郊外っていうか埼玉寄りなんですよね。 まあこの辺に所沢市があったりとかっていう感じで、まあ、東京の中心地はこっちで、ね、ちょっと離れてるんですけど、まあ、なんでこんなところにお家を持ってるかというとですね、まあ、ここを選挙区として、まあ、落下ん候補ですよね自民党のまあ衆議院議員で、えー、あられるので、まあまあ、ここから選挙区。 ととして出るるたために多分買ったと思われるんですけどそこに住んででましたっていう感じですよね、まあ、そこの住んでた場所も最初はなんかファミリータイプみたいなところでまあ家族とかお子さんもいらっしゃるからそれはみんなで住めるよねみたいな感じだったわけなんですけどそれも2021年に売却して今は50平米ぐらいのちっちゃいとこになってるらしくてですねまあ、いずれにしてもですねえー、っとまあでも家族はもう,もうこっちには来ないってことなんでしょうねまあ、例の事件が結局あったから再捜査等々ねだからでまあ そのまあ、今後身を守るために議員宿舎にずっといようみたいなねそしたらまあちょっとに任意の事情聴取とかも来れないよねみたいな感じになってるかどうか分かりませんけどまあまあいずれにしてもですね、まあ、出世街道を登ると同時に。 まあまあまあ、こっちにはもうちょっとね、本人だけが来て、選挙の時だけ戻れればいいや、みたいな場所だったりすると思うんですけど、まあ、いずれにしてもですね、そこにですね、まあちょっといろいろお呼びしてですね、お呼びして、あの <laughs>、とあるとこからお呼びした方と、まあちょっと元気な、何て言うんでしょうね、ことがなされていたっていうことらしいんですけどね、はい。で、ちょっとちなみにですけど、まあ、 えーとですね文春さんの一節をですねえー、とちょこっとだけ紹介してみますとですねえー、と自宅のテーブルの上に置かれたパン彼女が目を留めると木原氏や夢を浮かべて言った「食べていいよ好きなの食べな」っていうなんかシーンがあるんですけどあ <laughs> っていうところでまあこの辺ぐらいでちょっとね察していただければなっていう感じなんですけどねはいまあというところがありましたと。 まあということで、まあかなりお元気ですねということで、捜査が入ってもですね、自分の妻が取り調べを受けても、それから、まあ、緊急事態宣言中でも、副長官になっても、ずっと呼び続けてきたわけなんですけど、今回、文春座書いた6月からは、まあ、お呼びがかからないっていう、まあそういう状況みたいで、まあなんて言うんだろうな、こう、すごいピン、ずっとピンチっていうか、本当に脇が甘いなっていうか、だから、やっぱり、こう、もみ消せたって いう何ららかしらのやっぱりまあ、ち,ょちょっとここだけ真面目ですけどもみ消せたっていう何て言うんだろうな自信がないとここまではっちゃけられないですよねだって今文章を報らってやばいと思ってるから読んでないわけじゃないですかだけどまあ要するに家宅捜索をねまあ受けたり等々いっぱいあったわけじゃないですかまあ、ご自身っていうよりはまあ、奥さんの方関連ですけどねまあまあご自宅も含めてじゃないですかだから何て言うんだろうな普通はそこからね なんか身の回りを気をつけるじゃないですかだって操作はだって続くと思うじゃないですか普通の感覚で言うとねだから一般人だったらあまりあのその知識がそこまでないからわかんないけどでも 木原さんといえばね、当然そんなの、まあ、すごい弁護士さんたちも知り合いにもいるし、いろいろ相談した上で動いてるわけじゃないですか。そうすると、まあ、もともとのが殺丸事件かもね、みたいな話だから、その、それって時効がないからずっと続くということで、まあ、自分が、まあ、それ、それこそ出世街道に乗っていったときに、まあ、ちょっとね、身の回りを気をつけようみたいな感じになると思うんですけど、ただ、それがやめられないとか <laughs>、ちょっとね、 <laughs> よく考えたらその銀座でねまあすごくまあ前番のようにみたいな話もあるし何て言うんでしょうねまあ本当にまあそもそもですけどまあ資質の問題はひょっとしたらあるかもしれないですよね、まあ、そういうのを過去にやってましたとで政治家としてやっぱり出世の芽が出てきましたまあちょっと身の回りを整理してまあ頑張りしとったらまだいいと思うんですけど、まあ、あまりにもだって。 こんなことやってたらだって下手すとねなんか弱みに握られてどっかの国にねなんか言うこと聞けみたいなこと言われててもおかしくないじゃないですか。だからねものすごく不思議なんですけどねなんかねどっかのどっかの国の大使館の方と毎週のように会ってねでなんかそのその人がツイッターで言ってる内容がどん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 なんか実現されていくみたいなねへえみたいなことがあってですねまあすごいやーみたいな感じなんですけどまあそんな感じでそのなんていうのかな まあ結構抑え込めたっていう自信が透けて見るんですね。そして、えっと奥さんの方も、えっと、2022年だったかなちょっと記憶が曖昧ですけどまあ要は。 あ要するにいろんなことで疑われたわけじゃないですか。にもかかわらずその数年後にですよまあ、雑誌に出てきてエルメスで身を固めて出てきてるっていう感じでだこれはだからもうその木原家の空気感としてはですよ、まあ、どこまでの人にどこ,どこまで情報を共有してか分かりませんけどなんか。 ねえそれこそ Z さんとか含めて3社、ね、で話し合ってもおかしくないじゃないですかそんな中で「あこれもみ消せたね」みたいな感じの空気感っていうのかな緩い空気感をつ伝わってきますよね。なんかかそうだから 今ですよ、今、今、今、こう、世間的にダンと問題になったからみんな知り始めましたけど、じゃあ、こっから、じゃあ、さらにまた、ベリーという雑誌に出てですね、エルメスに身を固めて出ますかって言ったら出ないでしょ。あの <laughs> だし、それから、キャラサも呼ばないでしょっていう話で、まあ、それくらい、なんか、こう、自信を持って抑え込めたっていう背景は何なんでしょうねって話に、まあ、結局、行き着くんですよね。だから それは今だってねまあ官房副長官にねまあ当時2018年まあ再捜査があった時の警察庁長官がね,ねまあ隣の部屋っていうか同じ官房副長官でいてねみたいなねまあ自分がまあ仮にいろいろ無罪だったとしてもですね情報もそこから入ってくるし安心だねみたいな風にちょっと思ってしまうような感じなんでねいやーっていうまあねということであくまでそういったことがまあ 推察されるというかまで、そして、えっと、文集の中でね、この中北という謎の言葉というか、謎の男が出てくるわけなんですけど、まあ、これは何かというとですね、いろいろお呼びする時にですね、偽名を使いますと。で、えっとですね、木原さんはこの中北っていう名前を使っていたらしくて、まあ、これを調べたらなかなか興味深かったんで、まあ、後半と言いますか、ここから <laughs>、ちょっとね、まあ、また面白展開の方に話を戻すんですけど、で、 これね、まあまあ普通に考えてまあそういうところを呼ぶときにですね、まあ、本名を使う人っていうのはまあまあいないんですけど、でも表札はキーハーラってなってるらしいんですけど、<laughs> だからいろいろ脇が甘いんだって、だから本当に外国勢力にやられてないっていうのは思っちゃいますけどね。はい。で あのそうだから日本みたいな甘くないですからねだから向こうはだからいろんなテレンテグだやったりするしまあ、それこそまあ、そ,それこそ女性からお金からなんから何でもかんでも武器で使ってくるじゃないですかでその人物こんな脇の甘い人物が政権中枢にいるわけですよ。 ねえだからどっかからいろいろちゅうちょやられてるかもしんないしねえ彼周辺にはなんかお金がジャブ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 あるじゃないですかねえ愛人の方含めてですけど収入がないのになんであんな贅沢な生活がとかねまあいろんなねいや普通だったらありえないよねみたいなねいうことが起きてんのかななんてね思ってしまうわけですけどはい。で あのまあ、基本的にその、まあ、まあどこを読んだかは分かりませんけどなんか呼ぶ時に、えーとまあ、この「中北」って名前を使ってたらしくてで普通は本名を使いませんとまあ表札隠しとけよ <laughs> と思うけど、えーとまあまあ、その呼ぶ時だけ隠してたかもしれないですね。はい、で、えー、とそれで「まあ、中北」っていう名前にしたと。でこれは例えば偽名にするんだったら「佐藤」とかね「斎藤」とかこう世の中にありふれてるやつあるじゃないですか「中北」ってあんま聞かないですよね。 そうねこれもねググってみたんですけどねまあまあまああんまりいなくてですねていうか名前もなんかなんか中心の中に来たとか中って北側の来たジャニー来たあ来たみたいないうやつがあったりとかしてですねまあそれはいいんですけどでこれはなんか ありそうだけのない名前。だから、これはもうね、木原さんがめちゃくちゃ頭いい、頭いいっていうのかな、容量がいい証拠だと思うんですけど、だから、その、誰ともかぶんない名前なわけですよ。で、そして、まあ、そこのお店に電話してですね、えーな、中北だけど、常連の中北だけどって言ったら、ああ、中北さんですか、えっ、ー、と、いつもの子ですね、みたいなのが、まあ、できてしまうというところで、<laughs> そこで能力発揮してどうすんや、お前、みたいな話があると思うんですけど、あの <laughs>、ちょっと <laughs>、 <laughs> ちょっと東大でのね、えー、とそして財務省財務官僚出身としてのですね能力をいかんなく発見してるっていう感じなんですけどでえっとですねでそのでもう一つ思うのはですねこうまあこういう時に名前を考える時にねなんかこうまあググったりとかねあるいは架空のものを考えたりとかまあまあいろんなこう決め方があるんですけど私がちょっと思ったのはこれってなんか知り合いの名前取ってきてね。 でそれでちょっと私が調べた結果をですねこれから <laughs> これからちょっとねご紹介をしていきたいというふうに思います。 はい、えー、っとね、こちら、木原誠二さんですね、えー。かっこいいですね、木原誠二ということでね、衆議院議員ということで、えー、っとですね、えーっとしあ、東京都渋谷区生まれなんですね、生まれで、シカゴに在住っていう、5歳までね、はいで、アムステルダムに移り、まあ、小学校は新宿ですよというところですかね、で、武蔵野中学校、高等学校を経て、ここを覚えててくださいね、東大ですね、1993年3月に東大法学部を卒業と。 でその後大蔵省に入ったりっていうとこですね。はい でだから、彼の、まあ、まあその後もずっと続くんですけど、どっかの経歴の中で出会った人物の中に、中北さんいませんかねみたいなって思っちゃって、そう、で、たまたまちょっとヒットしちゃった人がいてですね、ちょっと、まあ、えっ、ー、と、はい、えー、はい、こちらがですね、中北浩二さんという方でね、まあ、全く関係ないかもしれなくて、ちょっとね、あの私も最初はね、これこうあた、なんかヒットしたんで、でも関係ないだろうなと思って、一応見たんですよ。そしたら、えっ、ー、とですね、一応、えっ、ー、とですね、えー、と東大、あまあ、年齢一緒ぐらいだな、みたいな。 ちょっと違うなって、えっ、ー、と、木原さんはえっと53歳、えっ、ー、と、中久さんは54歳ということでね、えっ、ー、と、誕生日がちょっと違うので、まあ、学年で言うと2つ違うみたいな感じですね。はい。で、えっ、ー、と、そしたらなんか出身校東大法学部になってるってことで、ええー、みたいな、<laughs> ええっていう感じで、 えっと1991年に東大法学部を卒業ってことなんで、まあキャラさんのまあ簡単に言うと2年先輩ですね。はいただ、東大法学部もえっと、ね、結構多いらしくて、1学年で、ね、250人ぐらいいるらしいんですよ。だから、まあ全学年で言うと1000人ぐらいいるから、まあ同級生でも名前知らんみたいなやつがあるかもしれないんですよね。ただ、そんな中で、まあ、優秀なやつは大体目立つし、それから自分と同じ方向性に行く人を目立つっていう形なんですよね。ちなみに、中北さんは,、えー、とは日本の政治学者ということで、なまあ、少なくとも中 北下さんが木原さんを知らないわけないですよね。で、木原さんが中北さんをどう思ってるかについてはわかりませんけど、はい。で、そしてですね、えー、っと。 はいえっ、ー、とこちら、ですね中北浩二さんですね、これ、ah、ヤフーのなんていうんですかね、こうこコメントとか見ていくと、オーサーコメントとかあるじゃないですか、まあ、それのなんかエキスパートらしいんですけど、まあ、まああ当然、専門家としてね、えー、そして大学教授っていうことで、まあいろんなことについて触れられてるという形なんですよね。だ結構ねえっ、ー、とままあ、まあ なんていうのせまあ政治学者なんで当然政治絡みのことは触れられていてですねまあ最近のね秋元議員の件とかもですねいろいろ触れられているしですねまあ結構客観的な意見っていうんですかねがすごく多いっていうかまあ当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないんですけどはいまあという形で,でこれでいくとなんか木原さんの件なんか触れてないかなと思ってちょっとざーっと下見たらなんとありましたありましたありました えと木原副長官取材避けて1ヶ月みたいな、ね、やつありましたよね。はい、でさすがにね普通に政治学者やってて今回の件を知らないわけがないしそして、まあ、政権に影響しそうだねっていうことについてはコメントしててもおかしくないんですね。はい、ということで、えー、とこれについてコメントされていて、えー、と仮に「週刊文春」が報じるように木原政治官房副長官の妻が、まあ、まあ過去の事件が あ,あ,あったとということですねでかつ木原氏の存在や圧力ゆえに政治があ政治的に捜査が止まってしまったのだとしたら極めて深刻な事態ですと、えー、木原氏自身が公の場で否定するなり説明責任を果たすべきということは言うまでもありませんおいだから中北あ中北じゃないやキャラキャラキャラ答えろお前、まあ、先輩が言ってるぞみたいな話ですよねはい。でええー、ととそしてしてかも、えーと 木原官房副長官は、えーと、岸田首相の側近中の側近ですとで、この事件によって政権運営に支障が生じているとすれば、もうしてるんですけどねで、これもまた深刻な事態です、だからこそ取材を避けることなく、なるべく早く説明責任を果たすべきでしょうって先輩言ってますよ。はい、で、えーと、そしてですね、えー、新聞やテレビといったあ大手メディアはこの事件の、えー、報道を避けていますと。 えー、なぜなんでしょうか、所詮週刊誌ネタと満たしみ、えー、なし、えー、ジャニー喜多川氏の成果害について報道しなかったのとは同じではないかということで、ほぼ唯一の例外として、朝日新聞がですねコラムでカンパしましたが、その通りではないでしょうかということで、なんと、このなん,なんだろう、キャラ事件について、すごくまともな解説されてます、コメントしてますということで、はいというところで。 先輩だけど全く木原さんに忖度してないみたいな状況があるので、これはひょっとしたらですね、まあ、普通に知り合い程度かもしれないですよね。はい、はい、というわけでね、まあ、少なくとも木原さんと中北さんの関係においてはですね、まあ、おそらくズブズブではないでしょうというふうに、まあ、思われるわけどころか、まあ、どっちかっていうと関係していたは遠いわけで、まあ、 とそっから推察するんですね、まあまあ割とね、まあ、こういったなんか呼ぶときに、まあ、近しい友達の名前というか、まあ、ズブズブの関係の人の名前は使いづらいけど、ちょっと関係性は遠いけど知ってるかなぐらいの、ああ、なんかその、ああ、中北さんいたなみたいな、これ使えるみたいな形で使ってる可能性があって、まあ、そうするとですね、下手するとこれ、どこでもどこでも、えー、っとですね、中北をあ,あちこちで使ってる疑惑みたいなね、何年にもわたって中北を使ってきたんだっていうね、まあ、その中北疑惑っていう新しい謎が。 生まれてしまったんですけどはいというわけでねまあそれはいいんですけどいいんですけどこれまあ今回ねなんかなんだろうまあそういった休憩っすかね文、えー、春さん休憩に入ったみたいな感じになっててまあまあこ,このこと自体に意味がないとは思わないんですよねまあ要するにまあキャラさんにとってのいろいろ状況を揃えていくとおかしなことがたくさん出てくるみたいな上においてまあこの一石っていうのはまあ別にややや,やる価値はあった あったかなあったと思うんだけど、まあ、今までのがねこうなんだろうなこうなんか大砲がパンパンパンってきたら、まあ、急に水鉄砲来たぞみたいな感じになっちゃってるんで、まあ、今後どうなるかっていうのはねその水鉄砲がまあ今後効いてくる可能性もあるんでねまあ分かりませんが、まあ、個人的には興味深いっていうか。 <laughs> 木原さん面白くねみたいな話になってしまったんですけどまあまあいずれにしてもですねあの内容としては結構本当にね、まあ、この国に、ね、影響を及ぼしてしまうような、まあ、事件にまで発展してるんでね、まあ、木原さんがそれこそあの、ね、中北先輩も言ってるわけですからちゃんとねやっぱり記者会見開く等としてですねしっかり説明するっていうのはまあ最低限だしそれから警察の問題は相変わらずやっぱり残ってましてあの現場の警察官の話っていうか、まあ、不満がねたまに,にたまってるということであそうだ。 はいえー、とすいません、えー、途中でぶった切って申し訳ないんですけれど、文集の、ねえー、とこれツイートなんですけど、まあ、まあ木原さんの件があって、でまあ、今回の件がまあち,ょちょこっと書かれてますと。でそれと、同じく同じ冊子にですね、はい、こっちのね、えー、と秋元さんの件も来てて、でここにね、 書いたやつが俺には相関がついてるとか言っていて、まあ、彼のまあ愛人のお兄愛人っていうのかなのまあお付き合いしていた方のお兄さんがまあ警,視、えー、警視相関っていうところでだから俺はもみ消せんやみたいな感じかどうか分かりませんけどなんか本当に自民党議員ってこういう形で、えーっとまあ、なんていうんだろうなこうなんていうんだろうな上を見て皆さん仕事しますからもうあれがもみ消せんだったら俺ももみ消せんのかなみたいなふうに思って,し,てしまってもしょうがないっていうんですかね、まあ、そういう文化。 浄化されてませんですかみたいな話でまあいろんまあいずれにしてもですねいろんな事件がつながってまあ今後いろんな話がまあ大きくなってまあ悪いやつがねちゃんとね暴かれなきゃいけないですよね警察には悪いやつを暴いてほしいんですけどその中に悪いやつがいたらそれはそれちょっと問題だよねみたいな話になっていくのかなとまあいずれにしても現場のね一生懸命頑張ってる警察官がやっぱり再捜査したいっていうかそういう熱い思いがあるんだったらもうそれも本当にねやっぱりなんか多くの国民はやっぱそれは頑張ってほしいっていうふうに思う。 のわけで、そこに対して当然税金投入してある分には誰も文句言わないっていうかむしろやってくれなんでね、はい、あ、そういったま正正当な形にね、まあ世の中がなっていくことを私は望んでおります。はい、あ、以上で中北さんあ,あ間違えたキアラさん問題でした。以上ですご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。